J1 挑戦1年目ながら代表選出を果たした鹿島の佐野海舟。そんな彼は他の選手と比べて異質なスタッツを記録しています。そのスタッツを今季記録した数字とともに紹介していきます。まずは守備的ミッドフィルダーになくてはならない数字、デュエルからです。デュエル勝利数、勝率ともにリーグ屈指の数字を記録しています。このポジションのトッププレイヤー、浦和の伊藤、神戸の山口との比較です。勝利数、勝率ともに上回っています。23歳の若さにしてリーグ最高のボランチとなっています。2つ目の長所は豊富な運動量。こちらは今シーズンのヒートマップです。無尽蔵のスタミナを生かしたカバーエリアの広さは国内ナンバーワンと言ってもいいでしょう。比較として山口、伊藤のヒートマップも載せておきます。佐野は現在12試合連続でスタメンフル出場中、しかも高い守備強度が要求される名門鹿島での出場、スタミナも国内トップクラスです。最後はドリブル、守備的ミッドフィルダーとは思えない異質すぎるスタッツを記録しています。こちらも2人と比較していきます。勝率にほぼ差はないものの、勝利数では3倍の差をつけています。佐野の最大の魅力は運べるボールハンターである点です。この武器に関しては現日本一番のボランチ遠藤航をも超えているでしょう。今後代表での戦い方の幅が広がる貴重な人材です。佐野は昨季オーバートレーニング症候群で離脱する時期もありました。自らをストイックに追い込んだからこそ手に入れた能力なのかもしれません。若き侍の今後に期待しましょう。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみください。